こんにちは、しほです。前回に引き続きニースの海からスタートです。コートダジュール、とっても響きがいいのでただただ言ってみたかっただけなんですけど、本当に綺麗な青い海が広がってました。今回来たのが冬だったので、もう絶対次は夏に来たいなって思ってます。もうリベンジ絶対します。ニースから車で約20分で行けるビルフランシュシュルメールに行ってきました。サンピエール教会は芸術家ジャン・コクトーさんが内装を手掛けたことで有名な教会です。漁師さんとの友情の証として内装を手掛けたとも言われております。ちなみにですが、ネットフリックスで配信中のエミリー・イン・パリシーズン2でもこの教会が映ってました。ビルフランシュシュルメール、名前はとっても長いんですが、街自体は本当に小さくて可愛くてカラフルで、もう本当に可愛かったです。動画ではちょっと伝えきれないかもしれないんですけれども、海の水が本当に透き通っていてとっても綺麗でした。今日のランチはラメール・ジェルメーヌというフランス料理屋さんにやってきました。このお店はブイヤベースがとっても有名で、ブイヤベースといえばこのお店と言われているほどのお店だそうです。ちなみに私知らなかったんですが、帰ってきて調べたらミシュランガイドにも載っているお店でした。今回は開店直後に行ったのでまだ誰も座ってなかったんですが、本当に人気なお店みたいで、予約をしてから行かれることをおすすめします。ブイヤベース2人前からの分を頼むと、お魚をこういう風に調理前見せていただけます。おいしそう。もう本当に美味しかったので、ぜひ行かれてみてください。美味しいものをたくさん食べた後なので、食後の運動で街を散策してみました。ハートちゃんつけてたんですけど、ちょっとめんどくさくなって今回からハートちゃんを彼の顔に乗せるのやめました。なんか YouTuber さんがやってそうなことをやってみたくなってやってしまいました。この街小さくてほんと可愛いんですよね。でもちょっとコロナでなのか冬だからなのかわかんないんですけど、お店が結構閉まってるところが多くって、夏になったらお店も全部再開するのかなと思うんですけど、また夏にも行きたいなって思えるような本当かわいい街でした。実はこの時まだ YouTube をやるっていうのをまだ思ってなかったので、動画をあんまり撮れてなかったんですよね。まあ、あるやつをくっつけて今回の動画にしてるんですけど、メキシコの分から動画ちゃんと撮ったかなっていう感じなんですね。10日間滞在してたんですけど、動画がこんだけしかなくて、もうほんともっとちゃんと撮っとけばよかったなってすごい後悔してます。お散歩を見ながら私のアフレコを聞くっていう感じの動画になってしまってますが、まあいっか。このビルフランシュシュルメールに唯一のホテルが一軒だけあるんですけど、そこのホテルの名前がウェルカムっていうね、ホテルの名前で、ウェルカムホテル4つ星なんですけど、ちょっと可愛かったんですよね。動画載ってないかな、どっかに載ってるかなっていう感じなんですけど、もしあのこの街に泊まりたいっていう方はウェルカムホテル予約してみてください。そう、可愛い。
こんなにもカラフルで可愛い街なんですけど、もう上を見上げると普通に洗濯物が干してあって、もうなんかすごい現実に戻されるっていう感じがしました。坂というか、まあ、階段がとっても多くって、もうモナコもそうだったんですけど、まあ、足腰鍛えている方はまあそんな大したことないのかもしれないんですけど、そんな鍛えてない人は本当に足がね、もうめちゃくちゃ痛くなって、ね、もうホテルの部屋単は純絶に対痛バいスよタブ必ね。須だなって今回改めて思いました。もう本当バスタブありがたいですね。疲れがもう一瞬で吹き飛ぶって感じですね。この右のお店もとっても気になりました。でも開いてなかったので、開いたら行ってみたいなと思いまわあ、しジェラた。ート屋さんやった。ねえ、ここなんか美味しそう。なんかヨーロッそう、パってさっきこうもいこうんな広場形みやったいたなんとだよころね。がポツンって出てきて、なんかいいなと思いますね。日本あんまり広場っぽいところってなかなかないので。今回私たちはニースの泊まってたホテルからタクシーで来たんですけど、ニースの駅から電車でもビル・フランシュ・シュルメールという駅まで確か2駅くらいで来ることができたと思います。ホテル間の移動はタクシーを使ってたんですけど、滞在先から違う場所に行くときは電車乗ったり、あとニースではトラムも乗ったりしてました。アフレコでいっぱい喋ってたらやっと見えてきました。サンピエール教会です。これで教会こがの街一目周のし前。たかなっていう感じですね。城壁が残ってました。もう地中海っていう感じがしました。ニースに戻ってきて、夜ご飯はロリウッドというインド料理屋さんに来ました。お店はマセナ広場からすぐのところにあるんですけど、入り口がなんかトンネルみたいなとこを抜けてないといけなくって、本当に分かりづらいんですよね。でも本当リーズナブルで、めちゃくちゃ美味しいインドカレーを食べることができました。おすすめです。ここが私のアナザースカイ。今回も見てくださってありがとうございました。 Thank you for watching. See you next videos.